こんにちは、スプレーアプリのノベルちゃんです。このチャンネルへようこそ。今日はみんな知ってると思うんですけど、進撃の巨人は大ファンです。特にアルミンの大ファンです。なのでお好み焼き屋さんのあの道頓堀と進撃の巨人をコラボしてると聞いて、それを聞いたらもう絶対に何があっても食べに行かないといけないんじゃないですか。なので調べたら、一番近いの道頓堀屋さんは中野市にある。そしたらもちろん一人で行かない。じゃじゃーん、アルミも一緒に行く。なのでまあちょっといて、まあどんなこと起こるのかちょっと見てみたいと思います。じゃあ行きましょう。やったー、この目焼き道頓堀はもう名前も忘れない。着いたよ、着いた着いた。じゃあお好み焼き食べに行く、行きましょう。やった、見て見て見て、ファイルとかも全部ね。あ、じゃあ行こう行こう。まっきゃーってむっちゃ声出したいけど、他のお客さんもいて、まあなんかこの人が頭いかれてるとかねってなるかもしれないけど、すごいめっちゃ美味しい。お好み焼きこんな感じです。お好み焼きはリヴァイ、リヴァイのお好み焼きがエーレン、アルミなんだけどね。もうそれは白くてマフラーの赤ですよね。アルミンなのよ、これもうアルミン、どうしよう。アルミン、アルミン。すいません。これ、アルミンの。はい、アルミンのお好み焼きが一つ。リヴァイ？え、リヴァイの。はい。はい。これ、はい。はい。ありがとうございます。アルミンのお願い。お願い。アルミンの。お願いします。でね、アルミンは真ん中だからいいじゃん。すごい、これいいね。っていうことで、もう、じゃあ届きました。アルミンお好み焼きです。アルミンこんな感じ。なんかシーフードとかね入ってる。あと卵1個2個3個卵多いね。で、まあシーフードが、まあ、私好きだけどね、アルミンがあの海が好きだからって感じだと思うんだけど。で、こちらリヴァイリヴァイお好み焼き、肉、これも肉、あともっと肉。今見るとここにね、作り方、リヴァイのお好み焼き、ここの妻巨人、そしてエレンで、アルミンはここに説明が載ってるけど、アルミンが一番あれじゃん、ステップが多い。1,2,3,4 日本語で書いてる。あの説明は全部日本語だから読めない、漢字だから読めないけど、まあ、写真見ながらちょっと作りましょう。失敗するのかな、わかんない。じゃあ作りましょう。まあ、一応油をかける。混ぜるのかな、ここで。本当にわからない。まあ、一応ここで混ぜるよ、ちょっと。なんかジューサインみたいって書いてあって、こんな感じなの。これで10回かな。で、形を作って、あとだけどもこのままにね、今結局ならないといけないから、ちゃんとこの形にね、そのままなのかな。ちょっと
形はそうならないと思うんだけどね。どうしよう。やったことない、本当に。あーと、やだやだ。失敗です。お好み焼き何でも作れるよ。あとね、これ入れるだけ。見てください。こんな感じだと思います。おー、やばいやばい、何これ。あ、3、2、1。あー、終わりた。お好み焼き。これ何？チャーハンみたい。こんな感じです。まあ、大丈夫。ファイルももらったし。じゃあ食べよう。うまっ。ん？うまいよ。やっぱりね、多分形は関係ないんだね。本当に美味しい。やば、本当に美味しい。おお、ねえ、うわー、気になったー。ソース。嬉しい、嬉しい。リヴァイのお好み焼き、やっぱり美味しい。はい、ということでもう帰りました。で、すごくすごく嬉しい。もう一個のファイルがね、このハンジさんが当たった。で、まあ、お兄ちゃんが自分のお好み焼きを頼んで、リヴァイので、自分のはあれもいいので、まあ、ということでこんな感じで、みんな楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価、コメントもお願いします。ありがとうございます、皆さん。またね、バイバイ。